はい、タイバームクーヘンです。ただいまですね、小田急のですね、新百合ヶ丘駅に来ました。旧前からのですね、新百合ヶ丘先、現ですね、イオンスタイル新百合ヶ丘、ちょっと行きたいと思います。イオン新百合ヶ丘はですね、営業中になってますね。ちょっとですね、看板が貼ってありますけども、ちょっと逆光ですね、かなりのですね、ようやく出てきましたけども、新百合ヶ丘ちょっと回りましょう。改装中なんですね。イオンスタイルですね。なんかね、うまく取れ、あ、ちょっとこれ見ましょう。だからね、イオンスタイル新百合ヶ丘ですね。ズドーンで、下がですね、第1種大規模小売店舗ですね、設置者名新百合ヶ丘農住都市開発株式会社、平成8年8月20日になってますね。はい、こんな感じですけども、今イオンスタイルに変わっております。はい、ちょっとぐるっと行きますかね。行きまっしょい。まあ、もう完全にマイカル色はなくなっちゃってると思いますけども、まあちょっと回りますか。わあ、すごい、超逆光、超逆光ですね。コナミスポーツクラブ、コナミスポーツクラブがありますね、こっち側に。完全に前からじゃないですか、この雰囲気。完全に前からじゃないですか。感じですね、イオンスタイルですね。まあこういう感じですけども、ちょっとこれ下りますか。なんか寂れた感じがしますね、なんか雰囲気的に。カメラに北村、まあしょうがないか。イオンスタイルですね。うっ、あぶんな。ちょっとですね、昔のなんか遺跡みたいな感じですけども、ちょっと歩きますか。まあこっちの方が逆光にならないから逆にいいですね。こっち向きですね。新百合ヶ丘ですね。旧前からですね。オーパー、
赤いビルがありますね。ビルというかビル、これはオーパ海藻ですね。どんぐりがいっぱい落ちてるからこれ下手したらあれだな、あれが来ちゃうね。まあこんな感じですけどね、下手したらあれが来ちゃいますね。あのクマが、今クマがなんか猛威を振るってますからね、全国的に並んでますね。スタイルですね。全体的に工事をちょっとしてるんですね。本当や、唐揚げ。何時に食いに行ったんだ、7時。あれもういや、たらふく食いすぎたな。バスターミナルの下にありますからね、もうちょっとマシですか。明大、明大、まあ、こんな感じですね。ちょっとずっと、あ、そこの蕎麦屋、生蕎麦ちょっと食べるかな。明大箱根蕎麦、ちょっとこれ上がってエンディングですね。エンドイングをしないとキリがないんでね。ハト、ナーナーハト。完全なる逆光ですね。小田急ですね。小田急が鎮座です。水量施設、まあそこのところが、小田急 OX、 小田急 OX ですね。伊東洋華堂、伊藤洋華堂、マイロード、
伊東洋華道ラララララマイロードですね。伊東洋華道ですね。リスナーがあってね。行きまして、まあ、一応こんな感じですね。まあちょっとこれでエンディングにしますか。今回伊東洋華道を撮るコーナーじゃないんでね。はい、ではですね、イオン新百合ヶ丘ですね、そこでございますけども、ちょっとお送りさせていただきました。はい、どうもありがとうございます。こんな感じです。